すぐ。え、どこにある？右。ああ、見えた見えた見えた。あ、ほんまや。ちっちゃいな。これ右？うん。行って。うん。見えた見えた見えた。きれい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 。あ、ほ、来てるやん、いろんな人が。なんかめっちゃちっちゃい。おー、おっきいおっきい。なんかドカッとは見えへんな。うん、でもちっちゃく見えるけどさ、おっきいわ。おお、近くで見たらめっちゃおっきいわ。でかい。うん。ハロー。あれ、なんだ。なんだ。ハローエブリワンやな。ハローエブリワン。ハローエブリワン。In the world, I'm Yuya. I'm going to Kishiwada Castle today. I'll be fine. Let's go.ということでね、今回はね、岸和田城というところに来てみました。結構そんな有名な城じゃないんですけど、今ちょっと来てみたらね、結構あの良さそうな感じなんで、少しでもね、世界のみんなに紹介できたらなと思います。それでは早速行ってみましょう。寺じゃないんやけどな。張り切って。食べてたって言ってたんだよ。でかい。岸和田キャッスル、ビッグ。ベリベリビッグ。でかい、でかい。でかい。うん。普通に。しかも綺麗やな。ビューティフォーキャッスル。セットでできるんですか。どうする。何時間かもし後で行かれるんでしたら、何時間かだけで600円ですので。ああ、なるほど。でも、ここだけで、あの、ここだけ2枚でいいです。600円じゃない。はい、これあっちで入ってるんですよね。はい、ありがとうございます。これもう走行向きあれなんだ。上なんだ。撮影禁止になってますんで、あとで行きます。あ、これがもう上や。上やです。おお、わあ、すごいやん。大きい声出しちゃった。すごいね。塩だ。涼しい。おお、すげえすげえ。すごいやん、結構。うん。高さあるやん。うん。あれもう海、大阪湾見えるやん。おーおーおー、なるほどね。あっちあれ、関西空港やってる。関西空港。で、六甲山。
曖昧な城な感じやな。の、うん、あの展示物とかも、うん、え人物、人柄、うん、人、人物とかも岸和田城に関係する人物とかもちょっと有名じゃない。そうやね。皆さんが知らない感じの。そうやな。あの詳しい人しか知らないので、ね、うん、俺らみたいな知識ない人はあんまり理解できんけど、まあ、いろいろね、今1時間ぐらい資料室に行っていろいろ勉強しましたけどね、あの資料室で勉強することもできるし、こうやって絶景を見ることもできますんで、ね、あの全然、しかも1人300円、2人で600円です。かなり安いんで、ぜひ皆さん来てみてください。あとは人がほとんどいない。人いないね。もう見やすい、ゆっくり、貸し切りみたいなもんよ。定資格やんな、うん、さっき止めたのが500円とか書いてんで、500円か車止めたとこ。あ、薬を作ってたんや。あ、そういうこと。うん、病院やったんちゃう。そうやな、病院系の薬、いろんなやつがあるやん。一個一個のさ、お家の土地大きいな。でかいな、土地が大きい。お前な、誰が住んでその役割をやってたってことか。なあ、うん、ここは誰か薬作る人、ここは米やる人とかやってたんじゃん。うん、多分そういうことやろ。うん、すごいわさ、これいろんな国の人来てます。日本語、英語、韓国語、中国語、全部あの英語やったらね、全部英語でこう説明してくれてるのよね。これだから観光来た方とかすごい助かると思う。うまいな。ハトおる。The world peoples. See you next time. Please register for the channel. ほなまた。ほらまた。ほらまた。